正木大蔵イゾ正木大蔵から1896年4月5日は、明治時代の教育者、外交官、旧萩藩市で、維新後ロンドンに留学し、改正学校講師で科学を教えた。その後、同校留学生監督として、再び都営し、帰国後東京職工学校初代校長に就任、晩年は在藩養国総領事を務めた。正五位、訓六等。 高下3年10月24日、長戸国萩城外土原村渡り口筋で、萩藩を組みし、正木自衛門の三男として生まれた。間もなく、再帰短歌の養子となったが、後に、正木生に服した。安政5年末下村塾で数ヶ月間、吉田松陰に学んだ後、毛利玄徳五将として、長州正義派に組みし、大村増次郎の三平学家塾で、乱学。 兵学、三田尻海軍学校で英学を学んだ。1870年、井上香織に従って、東京に上り、1971年、大倉教となった井上香織により、造兵技術習得のため木戸章二郎と共に、イギリスに派遣された。イギリスでは、先に、長州五欠が学んだ、ロンドン大学ユニバーシティカレッジ、ロンドン科学教室に入り、 教官チャールズ・グラハム宅に下宿しながら、アレキサンダー・ウィリアムソンに科学を学び、またロバート・ウィリアム・アトキンソンとも知り合った。1872年には、岩倉施設団を迎え、私的に面会した。1874年春帰国し、改正学校教授補として、同年教授として招聘されたアトキンソンを補佐し、科学を講義した。 1875年10月病気が悪化し、生死をさまよったが、テオドール・ホフマンの尽力で回復した。1876年6月、改正学校のイギリス留学生監督として、ホズ信ノ岡村・テ彦、高コ、コウザ・カ桜井・城ョ杉浦・シ武、関谷・生慶、増田礼作、谷口・忠ダ・山口・ハ六、ロク、沖野忠の・タダオ計10名を引率し、 アメリカ合衆国経由で再びロンドンに渡った。現地からは、文部省に留学生の就学状況を報告し、また、教育雑誌に最新の教育事情を伝えた。また、親とい外国人の終戦も任務の一つであり、1878年夏、エディンバラ大学フリーミングジェンキンタクで、物理学者、ジェームズ・アルフレッド・ユーイングを紹介され、東京大学に招聘した。 また、この場には、ロバート・ルイス・スティーブンソンも同席していたが、大蔵による、吉田松陰の話に感銘を受け、後に、電気吉田とラジロを表している。1881年、久喜隆一によって、日本に呼び戻され、9月27日、創立間もない東京職工学校校長に、就任した。学則改正、連校舎建設、学生募集に当たった後、 科学工芸科実験工場を設立、ドイツ人科学者、ゴットフリード・ワグネルを招聘し、また地方へ出張して染め物、焼き物の調査を行った。1882年、大倉省造兵寮に勤務していた、時計、林武志作が、海外出張先で隠ししたため、1884年8月、武志作の維持竹、秀を養女とし、9月には、 センサイクリと入籍した。1890年4月16日、ハワイ王国領事に就任5月9日移民船山城丸でホノルルに着任した。ホノルルでは日本人移民の賃金調停や本国送金の事務に当たったが、1891年、横浜商金銀行ホノルル支店を開設させ、これまでサンフランシスコ支店経営だった事務を簡略化した。 1893年1月ホノルル駐在を解かれ、3月公職から離れ、1896年4月5日死去した。母書はソメイ霊園。ありがとうございます。